では今日はここまで。ああ、大切なことを言い忘れてました。これを忘れたら大変です。神は死んだ。バイ・ニーチェ。では、皆さんごきげんよう。ショウゴとイサコには私の知らない絆があるんだよね。だって思い出の人なんでしょ。よかったね、また会えてさ。イサコとうまくいくといいね。くどいな。これだから男どもはいちいち未練たらしくてかなわんな。思い知ったか、ストーカプチポチ旅へ出るのだ。2巻が2冊だよ。
ぱ気が合うよね、私たち。じゃ、交換しようよ。だって、せっかくの正午の心遣いだからね。私は正午の気持ちがこもってる方が欲しいよ。おっと、やっぱ気持ち入りの方が重いみたい。なんてね。それって聞き込みが足りてないよ。持って帰って復習。もう少しじっくり聞き込んでほしいんだ。トモルが好きな正吾ならきっと気に入るはずだと思う。
ご飯どっかで食べてこうよ。これだから女どもはいちいち卑しくてかなわんな。おいしいもの食べれば気も晴れるよ。うん、じゃあどこ行く？正吾。あ、それは随分とダイナミックな知恵の輪だな。うわ、かっこ悪い。わかっている。ナユ、行こう。彼の一人遊びの妨げになっては悪い。タモルのネタ？なんじゃそりゃ。遅い。遅すぎ。スペースクリーナーはすでに3847回目の地球復活に入ってるね。今その状態すごくかっこ悪いよ、ショーゴ。でも笑いは取れてる。だからズバリ許しちゃう。何が必要？とりあえずスパナ。良い場所を知っている。俺様がお前たちを案内してやるぞ。行ったぞ。鈍いな、僕ちゃん。みんな異論はないな。いざ出陣。将軍、不満か？未成年の分際で大人に歯向かうのか？どったの、将軍？もしかして、ズバリ将軍の知ってるカフェだったとか、私はお初だけど。カシマ姉妹、どうも仲むつまじいな。山下 2.5 号さんもこんばんは。ちょっとちょっと、ショーゴ、なんか私たち乗り遅れてない？これってどういうこと？
いらっしゃい。あれ、ひなと君、君って今日はオフでしょ。店長、今日はプライベートで来たんです。こんばんは。まあ、今日は随分と大勢で、しかも珍しい組み合わせで来たんだね。え、そうだよ。どうしたの？うちの店でずっとバイトしている港美也子くんでしょ。あ、来ました 2.5 号。またここに私物の酒を持ち込むなよ。